ジョータロウさん、こいち、慌てんな。こいちは生きてるかどうか調べんだ。生きてんならクレイジーダイヤモンドで傷は治せる。やった、ジョータロウさんは生きてるぞ。カロウジテだがよ、こいちもだ。だが息をしてねえ。早く早く治せよ、ジョウスケ。おい、なんてことだ。ジョウスケと奥安が来ているぞ。なんて一日だ。こんなひどい一日は生涯初めてだ。 この嫌いヨシカゲ、今までどんなピンチだろうと切り抜けてきた。必ず逃げ切ってみせるぞ。何してんだ。こいつ意識あるぞ。おい、妙な動きすんじゃねえぞ。てめえ、ゆっくりこっち向け。つらみゼロ。気をつけろ。 靴の向かでやり言っちゃいけない。わけのわからない爆発が起こるぞ。いきなり店の主人が吹き飛んだんだ。あそこの二人も爆発だと。おい、落ち着け。あんたは巻き込まれたのか。私はただの会社員です。でももう私は死ぬ。こんなに血が出てる。痛いよ。おい、落ち着きなよ。もう大丈夫だ。傷は俺が治してやるよ。 痛いってどこをやられたんだ。暴れ骨が肺に刺さっているのかもしれない。早く治してくれ。早く。どっから誰が見ても高校生にしか見えねえこの俺に、なぜ治してくれと頼む。このなりだとパチンコ屋にも入れねえんで苦労してるっつうのに、てめえは俺が医学部卒のお医者さんにでも見えたってわけか。 引っかかりやがって。てめえは俺のクレイジーダイヤモンドが見えてたな。しまった、焦りすぎた。つまりてめえが敵だ。相打ちになったんだ。こいつが殺人鬼。私の敗北ってわけか。そうさ、君たちが探していたのはこの私さ。 素顔もバレた。スタンドの正体もバレた。本名もバレた。もうどうやら安心して熟睡できないらしい。ただし今夜だけだ。